はい、いつもご視聴ありがとうございます。ビーパオです。これは今ゆかさんがルブの育児ルームに入って授乳のお手伝いをしているところです。ちっちゃい女の子がどうしても上手におっぱいが飲めないということで、外れやすいんですね。だから、こうやって、外れないように、つけているところ。まあ、哺乳瓶でね、哺乳してあげればもう簡単に問題は解決するんだけども、ママのおっぱいが出るうちは最後まで、おっぱいで育ててあげたいなっていうのが、我が家の方針です。だからもうおっぱい飲み終わるまでずっとこうやってつけてます。はい。今日は、冒頭に言った通りルーブの育児記録なんですけども、まあ、これは、またちょっとね、日にちが違うんだけども、まあ、ルーブが、一生懸命このおっぱいをあげているところです。まあ、今回ルブ、おっぱいがね、出てくれるっていうこともあって、絶対量がね、足りないっていうことはもうないんだけども、まあ、こうやってね、これ見てもらうとわかる通り、大きい子とちっちゃい子と分かれております。まあ、ちっちゃい子って言ってもね、体重はちょこっとずつ増えてるし、順調に成長してるんじゃないかなっていうところで、心配するようなことはないんだけれども、これでもね、どうしてもこの個体差が出るっていうのは、あんまり好きじゃないので、もうちっちゃい子も頑張って大きく育ってほしいなって、そういう気持ちです。ルブもね、一生懸命こうやって飲ましてくれるんだけども、こうやって見るとよくわかるかな。スーパーマンみたいに飛んでる子。勢いよく飲んでるような雰囲気はあるけども、この子すぐ外れちゃう。上手にね、おっぱいが飲める子飲めない子っていうのは、やっぱりね、いるんだけれども、なんとかね、ママのおっぱいが一番出るところ、さっきスーパーマンみたいに飛んでいた、子の、おっぱいが一番これミルクが出るところです。ここにつけてあげて、たくさんね、飲んでもらいたいなっていうふうに、思ってるところなんだけども、反り繰り返っちゃってあなた。もう、この子は、もうほんと勢いがあって本当に可愛い。今回ね、我が家では、珍しくね、3人のママが、育児をしてくれてて、で、育児が始まるときに、誰かが出なくてもね、他のママのおっぱい、借りようかなっていうふうに思ってたけども、幸いね、みんなおっぱいがちゃんと出てくれてるので、みんなお母さんのおっぱいで育ってくれています。かわいいお尻です。じゃあ今日はここまで。